たせしております。さあ続いてのステージに移りたいんですが、続いては島根っ子 with アクターズスクールステージです。アクターズステージです。皆さんおなじみの島根っ子とアクターズスクール広島で普段一生懸命歌とダンスを練習している生徒さんによる合同のパフォーマンスです。毎年とっても盛り上がるステージの一つなんですよ。ぜひ楽しんでください。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。たくさんの方がいらっしゃる。皆さんこんにちは。こんにちは。早速自己紹介をします。シャーラユラです。スプラッシュ紫色担当松本理香です。スプラッシュオレンジ色担当の柳本愛です。坂井美久です。匠美咲です。今日はこの5人で盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速1曲目に行きましょうか。はい、それではお聴きください。ジパングアシラスプラッシュと申します。情けはエリアセン1000円をよろしくお頼み申し上げます。ここは和の国、敵は島国、純化修道式
し今でも土壌は名産品出雲ぜんざい寺うえあ一度は食べるや出雲そばおいしいよみんな食べるやおいしい披露させてもらったんですけれども、はい、2曲目にねあの島根のお宝教えるにゃんって曲を披露したんですけど、はい、たくさんお宝出てきたくさん出てきましたね。注目するお宝あります？私はですね歌詞の中にあります、うん、古典相撲というワードが入ってたと思うんですけども、この古典相撲はですねちょっと説明しますと語る、ね、島根語りますあの島根県では、うん、古典相撲で有名な町がありまして、それが沖ノ島町という町なんですけど、この沖ノ島町ではですね元関脇の沖ノ海関が出身地でもあります。この古典相撲ではですね約1200年の歴史があるということで、私にとってもすごい興味のある伝統相撲だなと思います。はい、じゃあ愛ちゃんは。私はですねあの島根っ子の大好物って言ってた、はい、おんちち味気になります、はい、そうこの中にもねあるんですよブース、多分ね、はい、皆さんから見て左前にね、はい、あの海の幸コーナーかな、はい、にあのとんちっちって書いてあって、ちょっとぜひぜひ皆さんお家で食べれますので見てみてください。はい、じゃあ次の曲いきます。はい、じゃあ次のこと呼びましょうか。はい、ちょっとね私たちじゃないんですよ、私ではないです。じゃあ呼びますか。呼びますか。いいですか。はい、ゆらこーゆらじゃあお任せしていいですか、曲紹介。はい、任せます。お願いします。朝ドラのブギウギの主題歌ハッピーブギを歌います。はい、今回はなんとバックス、はい、バックダンサーでバックダンサーでスプラッシュがやらせていただきます。お願いします。はい、お願いします。それではそれではいきます。ミュージックスタート。
ね、急にね、あの振りをしながらなんか私が説明しちゃったと思うんですけれども、皆さんよろしければ一緒に踊ってみませんかということで、さあ踊りましょう皆さん。はい、踊りましょう。ちょっと私たちが一回あの説明しながらやりますので、ちょっと一回で、あ、こう言ってね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 って言って覚えてほしいです。じゃあひろこさん歌えますか。はい、では行きます。一斉であなたと過ごせる時間と神様にありがとう。まず波を作ります。1、2、あ、皆さん上手。4回やったら左手を前にパーで、体をこっちに、名称さします。1、2、3、4回、1、2、3、4、お尻上見る。これをね、あの私たちあの島根にあのなんていうんですか、魅力を発信したんですけれども、これを踊れた人は私たちと一緒に島根県に行きましょうっていうどういう話なんだって話なんですけど、ちょっと皆さんがね、忘れないうちにもう一回行って本番行きたいと思います。皆さんとまず波を作るところから行きます。じゃあ皆さん、はい、準備をお願いします。行きますかね。お願いします。行きます。せー、神様にありがとう。波から 1、2、うわすごい上手。これを前に出します。前にで、体を左に、右に、名称さします。いつも皆さんの手が本当に揃ってました。皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、せっかくあの島根ふるさとフェアということで、あのみくちゃんが島根県出身なんですよね。だからせっかくなのでみくちゃんと島根トークをしたいと思います。はい、では、島根県のおすすめのスポットってあります？島根県のおすすめスポットは、アクアスが一番おすすめです。そうだよね、子供から大人まで楽しめますよね。あの私ちっちゃい頃に一回だけ行ったことがあって、ちょっと記憶は曖昧なんですけど、なんかあの人気な生き物とかいますか？さっきもね、ここにおられたペンギンとかも可愛いんですけど、かわいかった。アクアスは白イルカパフォーマンスがすごい有名で、そうだよね、そう、バブルリングがあるんですけど、それを見たら幸せになれるよっていう、そうなんだ。どうなんだろう、私ちっちゃい頃見たのかな。でも私今幸せだから多分きっと見たということで、ぜひぜひ皆さんそういう話がありますので、アクアス行ってみてください。他になんかおすすめなもの、スポットでもいいけど何かあります？他は石見神楽とかすごい。おお、そうだよね、迫力満点ですよね。綺麗です。なるほど。あの私たちのステージの後にも神楽を舞ったりするところがありますので、皆さんぜひぜひそのまま見たりしてみてください。それでは次の曲に行きたいんですけれども、次はなんとルイカとあの可愛い島根っ子が一緒にダンスをしてくれます。イエーイじゃあ呼んじゃいます。あ、もう早速見えてるよ、ルイカ島根っ子。はい、可愛い、可愛い。はい、それではルイカとミクちゃんと島根っ子の3人でビハッ島根っ子、島根っ子、島根、島根、島根っ子。
島根っ子かわいすぎる。かわいすぎる。え、ルイカ、この曲はどういう歌なの？はい、この曲はですね、島根県ではですね、はい、島根県ではちょうど見えなくなっちゃう。島根県ではですね、年間を通して湿度がとても高くて、湿度が高い分お肌にもすごく優しくて、ピチピチ潤いもあるんですよね、でそれが美肌県と言われる理由でもあって、そういうことか。だから曲の中ね、確かに美肌美肌みたいな感じで言ってたからそういうことか。そうなんですよ、もちもち。だから美肌ダンスということで、めっちゃ可愛いダンスの中にもね、こうやって美肌をやったりだとかっていうポイントダンスもあるので、ぜひぜひまたね動画見て振り返ってみてください、うん、それでは次の曲はなんとなんと最後の曲になります。あらー、えあここでちょっと一つレクチャーをしてますね。最後の曲になりましたら、って言ってもらいました。何の何のお願い、これ。アクターズスケールは基本的にこうしてる気がするので、最後の曲になりましたら、お願いします。ご協力お願いします。あとちっちゃくてもいいので、って、はい、行きましょう。最後の曲になります。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。最後の曲も島根っ子と一緒に披露したいと思います。それでは聴いてください、島根っ子の歌。
とかだったり一緒に踊れたりとかしてとっても楽しかったです。私ステージはね私たちだけではなくてこの後神楽とかもありますので皆さんぜひぜひ注目して今日一日中楽しんで帰ってください。はい、以上島根っ子とアクターズスクール広島でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、楽しんでってください。バイバーイ。ありがとうございました。もうね、島根っ子もアクターズスクール。